はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時をちょいと回りましたね。7月は31日、カレンダー書いたのも8月を気分で言いますけども、今ね、これはね、G.com を見たらですね、速報、円相場が1ドル150円台に急騰したって書いてあるんです。でも僕の見てる日経225というサイトは、の表示はですね、152.、更新をしまして、言ってるわ。150.266 って、150切りそうやん。ええやん。140台いく？すごいやん。やっぱりね。でですね、今日の日経平均は575プラスで終わったんですけど、今時間外が下がってますね。ド派手に下がってますね。500円台で下がってますね。なんで？3時半から上田さん会見があったんでしょ？なんかアホなこと言ったかな可能性はありますね。150.117 とかになってます、はい。本題いきましょう。本題は中国でございまして、これは昨日の18時46分に出た記事です。自立自強を加速、政治局会議で協調、中国共産党というタイトルでございました。中国共産党は30日、習近平総書記国家主席主催の中央政治局会議を開き、科学技術で他国に依存しない自立自強を進める方針を強調した。米国や日本とサプライチェーン上の分断が深まる中、ハイテク分野で独自の技術開発を急ぐ方針を打ち出した。国営新華社通信が伝えた。中央政治局会議は原則月1回開かれる党の重要会議で、今回は下半期の経済政策が主なテーマ。党は今月公表した中長期的な経済政策でも同様の考えを示しており、先行きへの懸念を深めている模様だということでございます。はい、っていう感じですね。まあ今ね、今中国から急速に外資が逃げてるでしょ。で、中国を勘違いしたんですよ、この 4,5 年前に。もう外資いらん、あいつら、あいつらからもう盗むものはみんな盗んだと、もう出てもええでみたいな、そういうこうスタンスに変わったんですね。まあ特に習近平がでですね、いわゆるそこで戦狼外交というのをやったわけです。お前らな、中国に言うと聞かへんかったらドレミに合わせたんぞみたいなですね、そうやって脅してもらったんですよ。アホかと思いましたけどね。でみんな中国の正体を知ってしまったわけですね。で知ってしまってですね、だったらええやんって、ちょっと違うとこ行こうやっつって、じわじわと逃げ始めていたんですね。で逃げ始めて気づいたんです。ちょっとやばいやんとやばいやんと、何がやばいっていうか、まあお金が逃げるのもやばいんですけど、技術がですねまだ盗み切ってなかったんですね。もう 100% 盗んでもいらんあいつらと思ったんですけどですね、そこまで行ってなかった。例えば典型的なのがですね、 EV 用のバッテリーなんです。これはですね、こう中国製の EV ってよくですねボンとですね燃えるんですよ。まだ大きな事故は起こってませんけどもですね、よく燃えます。でテスラのバッテリーが燃えたという話はほとんど聞きません。でやっぱしね、こう 100% 盗んだと思っていたのが盗めていなかったんですね。何かが違うということが分かったわけですよ。それでもうテスラを追い出しにかかっているように見えたんです、去年あたりは。 BYD ってはすごくこうテスラを追い越したわけです、去年販売生産台数で。でもテスラなんかいらんわいみたいな勢いになっていたのがですね、最近ですね、いやテスラ僕ら仲間やなとかって、ちょっと一緒にやろうやんなとかって、政府でもテスラの車買うしとかってやってるわけですよ。なんか怪獣してるやんお前らと、随分態度が180度変わるやんと言うて、こう思っていたらどうもですね、テスラのバッテリーの技術が欲しいらしいんですね。で要はボンと燃えるようなですね、バッテリーだと EV 売れなくなるでしょ、当たり前やそんな時々燃えるとかって言えやん。
でしょ。で当たり外れがあるわけですよ。当たりに当たってしまったら燃えるわけですね。だからちょっとやばいってなって、でテスラを引き止めてかかってる感じがします。まあそれは一事象です、一事象。でもそういうのがこういっぱいこう中国国内にいっぱいあるんですよ。でですね、そういうことも知ってしまったのかですね、習近平はそういうの好きちゃうんですね。実は中国が独自に強くなりたいというふうに習近平の願望があるんです。つまりいつまでもね、欧米の技術に頼ってたらいかんと、もう自分たちで新しいものを作るんやと、だから作れって言うてるのがこれですってですね、まあ、中国共産党得意のですね、命令です命令を出せば草木もなびくっていうのが、ね、中国でしてですね、何でも命令したらいいと思ってるんですね。で命令を出したというのがこの記事でして、ただ言うほどうまくはいきません。技術開発というものはですね、非常に地味な仕事でして、中国人には向かないんですよ。中国人の価値観にはほぼ向きません。なぜかというとですね、中国人というのは韓国人もそうなんですけど、よく似てるんですけど、あの2つはですね、マネタイズを急ぐ連中なんですよ。何でもかんでもすぐにマネタイズしようとするわけですよ。地道な開発研究ってその何年か先に必ず実るというもんでもないでしょう。でですね、マネタイズするまでにはそんなもん長ければ5年10年という歳月をかけるわけですよ。で日本の企業もヨーロッパの企業もアメリカの企業もそれやってるんですよ。5年10年かけてものにしていくぜっていう、早くてそんなね1年とかっていうのが彼らの我慢の限度なんですよ。そんな5年も悠長に研究して、しかもですねあかんかもしれへんわけでしょ。で彼らは確実に儲かる。でその研究なんか言うてもね、2、3ヶ月工夫してあかんかったらもうええやんみたいな、そういうこう価値観です。これはあれですよ、一般的な話ですよ。ほぼ全員中国人がそうやなんて乱暴なことを言う気はありません。ただ中国の人でもね、そのなんていうか研究したい開発したいっていう人は絶対いるはずなんですよ、あの人口ですから。でそういう人はどうするかっていうと、日本やアメリカに行ってですね、そこのラボに入るわけですよ。だって中国のラボでやっててもね、上司がやってきて、お前いつになったら新製品できんねんって、お前の技術はいつになったら使えんねんとかってしょっちゅうせかされるわけでしょ。なんか予算もあんまりくれへんわけでしょ。で要は中国人って、ね、金にならんところに金を入れるの嫌がるんですよ。彼らから見ると研究開発のラボって金になることがわからへんやんっていうのでしょ。だからそこには金を入れたくないわけですよ。そんなんやったらすぐええやん、テスラ持ってるあの技術持ってこいやとなるわけですよ。で売ってくれへんかったら盗んだらええねんみたいなですね、まあ、そういう発想なの、極端な話ね、極端な話、そういう発想なわけなんですよ。で習近平さんがそれではあかんよって、自分で作るんやって言うてるんですけど、共産党がやってるのは相変わらずのご命令でございましてですね、まあ命令通り動いたらね、世の中共産党も警察もいらんわって、共産党は特にいらんわほんまにでしょ。なんでですね、まあ、習近平の理想とはやっぱり現実は違うんだよということですね。で習近平はですね、そういったことを多分分かっていない、分かっていないからですね、命令すればですね、自分たちの技術を開発、熱心開発するように中国の、企業もですね、大学もですね、すべて変わると思ってるんでしょうね。アホアホちゃうかと。相変わらず分かっていないな習近平さんはと。まあまあでもそれはいいことですけどね。習近平がですね、何もかも分かってですね、まともな中国を作っていくようになるとですね、今度次に困るのは我々ですからね、まあということでございまして、一応この g.com のですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。